はい、ということでね、10月に入ったということでね、もうそろそろ秋ということで、なんかちょっと前にね、ネットニュースで見たんですけど、カメムシがね、大量発生してるらしいんですけど、まあそれに伴ってね、キノコもね、大量発生してるということで、今日はね、秋ということもあって、キノコ狩りの方をね、やっていきたいと思います。結構大量発生してるんで、もうサクサク買っていきたいと思います。結局こういうのがモテるんよな。でなんかこれでさ、このコメント欄でさ、かっこよすぎとかさ、なんか安定にかっこいいとかさ書いてる人おるけどさ、そんなの賞味さ、誰でもぽくなるくね。だってさ、これ212K とかいいねつか、コメ欄でインスタ来てくださいってさ、もう空気満々やん。まあ、こういう人がね、増えればね、少子高齢化がね、少しでもね、止めれるんじゃないかなって感じですね。塩顔ってもう目しか見えんやんけ、これ。こう首振った瞬間、首の骨。なんでこの髪型流行ったんだろうな。高校とかマッシュしかおらんかったもんな。とりあえずマッシュにしときゃモテるみたいなさ、大体マッシュのやつ串持っとるよな、折りたたみのやつ。昨日髪切ったんだけどさ、めっちゃよくね、このサラサラマッシュ。トリートメントとバーム混ぜるとまたさらにサラサラなってめっちゃいいんだよな。こういうやつが TikTok 見て薬局に急いでフィーの買いに行くんだろうな。何が違うん？え、何が変わったん？これマッシュってさ、この前髪のさ、重みが命だったんじゃないん？これこそ工事現場の看板に立っとけよな。これ絶対忘れ去られとっただろう。薬剤つけて1日ぐらい放置されとんじゃん。さっきからさ、なんこれ、同じ人しか流れてきてないの、何これ。もしも彼氏がデートでこんな服を着てきたら嫌ですか？服装じゃなくて全部が嫌っすね。これ投稿日6月26とかになってますけど、ハロウィンって10月の31でしたよね。なんでコナン君のあの犯人のコスプレしてるんですかね。冬用の最強マッシュオーダー方法。何冬用って。マッシュってなんかこう季節によって種類があるんですね。初めて知りました。でもなんか育ち良さそうなキノコっすね、これ。この画面でずっと止めときたいわ。俺より横顔が多いな。ねえ、いる。わらわらわら。こういうやつって電車でエアポッツつけてないと多分死ぬよな。どこ行くのにも絶対エアポッツつけるよな。こういうやつ絶対電車の吊り革とかも意地でも持たんよな。吊り革持つぐらいなら倒れかかるっていうスタンスよな。ずっとマスクつけてた僕がマスク取って正岡式なん。
なんか大体このさ、横顔イケメンとかさ、なんか横顔しか乗せんやつってさ、マッシュでさ、こうピアスのさ、こういうあのリングタイプのやつでさ、意地でも正面向かんないな。しかも顔乗せるって言っときながらさ、こういうフィルターかけるじゃん。こうやってて多分リモート面接とかでもフィルターかけそうよな。こんなイケメンで何売る？これをさ、かっこいいっていう人はさ、普段何を見とるん？なんか石とか見てもかっこいいとか言ってそう。7歳強です。わら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 、強すぎてごめん。あ、もうネタでも無理だわ。この自分でさ、なんか俺よりイケメンなやついないみたいなさ、ネタだとしても無理だわ。高校2年生男子のブラックコーデ紹介するよ。こういう系ってグッチの回し物みたいなのしかおらんよな。ベルトだけグッチみたいなさ。まあ、他知らんけどさ、何のブランドか。こういう男はあるある。ごめんね。もうしないから。もうしないからごめんね。うん。次から気をつけるね。こういう動画のコメ欄に湧いてるさ、このアニメアイコンでなんかかわいいとか言ってるやつさ、だいたいなんかあのグリ下とかさ、トー横とかでさ、地雷系の初心者応援パックみたいな感じの服装しとるような。時間返せよ。